かりに、こうやって、ほら、攻撃することができる。これ、いいですよね。これ、みたいなね。はい、こんにちは、レゴ社長です。はい、今日はレゴ忍者の魔界の砦、スカルジャイル71722をご紹介させていただきます。パート数が1171の超大型商品となってますね。今回のレゴ忍者号のシーズン13の商品では一番高額で一番パート数が多くて一番ボリュームがある商品となってますね。そして楽天さんの方で現在12217円、まあ、ピース単価はまあ安いっていう感じではありますよね。そしてこのチャンネルでは、はい、前回こちらの全のモンスターを投稿させていただきました。他にも忍者号の動画をたくさん投稿しているので、チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いします。はい、めちゃめちゃ大きいですよねこれ。はい、後ろがこんな感じでちょっと開封していきますね。1170いくつなので部品の袋10個は欲しいですね。部品の袋10個お願いします。本当に組み立て動画ね、撮るの大変なのでね、あの部品の袋がね多ければ多いほどね結構楽っていう感じなんですよ。はい、はい、そしてね、部品の袋は10個入ってましたね。だから組み立て難易度はまあ普通ぐらい。そして、はい、こんなにめちゃめちゃでかいパーツが2つも入ってましたね。だからますますピース単価は優れてる、まあ安い商品っていうことになりますよね。そしてまたまたこんなものが入ってました。僕基本的にレゴストアで今回の商品は全て購入してるんですけど、子供無料チケットがねほぼほぼ入ってますね。一つだけね入ってないものがあったんですよ。何だったかな、ジュラシックワールドか何か忘れましたけど、この入ってる法則っていうのがちょっとわかんないですね、子供無料チケット。はい、説明書と台座とシールシートです。組み立てていきます。
闘のファイナル。はい、完成しました。かなり大型商品ですね。1200ピース近くあります。1171ピースですね。で、まずは大きさからいきましょうか。横幅が45センチっていうことなので、横幅の長さは今回新商品として発売されたバウンティング号と同じぐらいの長さっていうことになりますね。続いて横幅いきましょう。横幅は26センチ。続いて高さですけど32センチ前後。ちなみに最近発売された商品で比較すると、マッドキング神殿とかブリザード神殿とかと比べると圧倒的な大きさがありますよね。そして大まかに説明すると、はい、こちらですね。はい、こちらは取れます。それ以外は取ることができません。つまりどういうことかっていうと、まあ、これは一つで一つの商品っていうことになりますよね。そしてスゴロクも付属してるので、スゴロクを振って進んで遊んでいくっていう感じになってますね。まず正面からいきます。はい、見てわかると思うんですけど、はい、グレーのブロックがありますよね。まあだからこのグレーのブロックの方向にスゴロクを振って進んでいくっていう感じになってますよね。そしてドクロが2つあります。これはポロって簡単に取れやすいので、なくさないように気をつけた方がいいですね。そしてここもかっちりと固定されてますので動くことはありません。そしてメインの廊下でしょうか、一応こちらは稼働はしてくれますね。こんな感じで、その代わりポロポロとも取りやすいっていう感じにはなってます。そしてこちらの床、ギミックがございます。一応ミニフィグをこんな感じでセッティングだけします。そしてこちらのレバーですね、これを回すと床が動きますね。これはすごいですね。どうですか、まあ、ここで対決をするっていう感じですよね。まあ、これはすごい。はい、そしてその奥に扉がありますよね。こちら無理やり手で動かそうとするとブロックが割れます。ヒンジ系のパーツを使ってるので、ヒンジがパリンっていきそうになるので、しっかりと地面ここから開閉させてあげた方がいいと思いますね。これ結構めちゃめちゃ硬いですね。もう組み間違えてるんじゃないかって思わされるぐらい硬いですね。だから必ず床を水平させて開けてあげましょう。そしてこれよく見ると炎のパーツが入ってるんですよね。結構すごいですよね。燃えてる感じがよく再現できてます。はい、そしてこういう感じで進んでいって、はい、ここですね、こういう感じで進んでいくっていう感じになりますね。ただしこちらにも踊り場があるので、こちらで遊ぶこともできますよね。ちなみになんですけど、はい、こちら一応火になってますね。火になってるので、こんな感じで魚を焼いて食べるっていうことができますよね。焼き終わったら、はい、こんな感じで
ポンっていう感じで魚を食べることになりますね。そしてその正面の上側なんですけど、はい、こちらこの白いパーツでできたドクロの顔ありますよね。これだけで部品の袋を一つ使ってるんですよね。だから結構ボリュームあるんじゃないのかなって思うのかもしれませんけど、はい、このドクロの顔自体そんなにボリュームはないですね。まあ結構小さいっていう感じですね。けどまあかっこいいしいいんじゃないんでしょうか。で次横側行きましょうか。はい、横はこんな感じ。横も結構ね遊ぶとこがね多いですね。はい、まず牢屋がありますよね。牢屋、これ一番奥のこちらのレバーを回すと、はい、ちなみにこれは床も一緒に同時に連動してますね。だから床も動くし、はい、牢屋も上下にするっていう感じですね。ちょっとねどうでしょうか、これ結構すごいですよね。紐を使った牢屋ギミックっていうのはまあ初めてですね。これは面白い。でちなみにこの牢屋なんですけど、はい、もうこういう感じですね。入り口は上下に開閉してっていう感じで、はい、ミニフグがね、まあ、1体だけ閉じ込めることができるっていう感じですね。倒した忍者号を牢屋に捕まえて、まあ、捕虜として収監するっていう感じですね。そしてはい、こちらハートのパーツがありますよね。まあ多分サイコロを振ってハートの方向に進むっていうことでしょうか。はい、そしてここにもグレーの台座がありますよね。だからまあこっちにまあ進むっていうことになりますね。で続いてその反対側、真後ろ行きましょうか。真後ろ、はい、続いて真後ろにやってきました。真後ろなんですけど、なんて言えばいいのかな、一応ね遊べることは遊べるんですけど、結構ねミニフィグはね見た感じ置きにくいですね。置けないことはないんですけど、1階部分に関して言うと結構遊びにくいですね。ただ、まあ、遊ぶスペースがあるだけすごいいいですよね。まあまだマシっていうか、遊ぼうと思えばこういう感じで遊ばすことは一応できるっていう感じですね。でよく見ると、はい、光の剣がありますね。光の剣、はい、そして先ほどご紹介させていただいた扉がありますよね。で正面から開けるとこういう感じですね。開けときましょうか。はい、オープン。でギアを使ったギミックがね、まあここからですね、ここからギアを使ったギミックが連動してるっていう感じですね。この奥、そしてここから紐がつながってて、まあ、このレバー一つで、はい、この牢屋から、はい、廊下まで全てのギミックが連動してるっていう感じですね。これ結構すごいですね。はい、そして上に部屋がありますよね。この部屋はね割と結構広いっていう感じですね。そしてよく見てみると、はい、ベランダもあるんですよね、バルコニーが。だからバルコニーにこういう感じでミニフィグを置いて遊ばすこともできますし、はい、部屋の中ですね、もう中結構広いので、まあ、好きなようにまあ遊ばせてあげるっていうことができますよね。そして鎧があって、魔女のシールが貼ってますよね。そして机があります。ただ机の幅は狭いですね。そしてよく見てみると、反対側には小物がたくさん置いてますよね。木箱には、はい、こういう魔法の杖らしきものが入ってますね。そしてサファイアがあって、ろうそく、まあ、今回緑の炎が多いですよね。でちょっと何かわからないパーツですね。でよく見てみると、これ多分ギターですね。まあ、結構だからこれいいですよね。充実してますよね。もうこういう感じで、はい、ミニフグを置いて、はい、こうやって遊ばすことができますよね。これはすごくいいですよね。でそしてね、これちょっとおかしなことになってて、一応取れるんですよね。これ取れる、ほら。で取ってみると、これ分かりますよね。あのモジュールっぽい商品っていうのはこういう感じのポッチになってますよね。だから明らかにこうモジュールを意識したように作ってはいるんですよね。だからある意味ちょっとモジュール風っていう風なことが言えたのかなとも思ったんですけど、あのこれ地面に置くと分かりますかね、直角にはなってないんですよ。30度ぐらい浮いてるんですよね。組み間違えてるってこともないんですよね。だから床に置くとこう30度上が上がるので、ちょっとおかしな感じなんですよね。はい、モジュール風なのかどうなのか、ここがちょっと不明ではあるんですけど、一応取れることは取れますね、モジュール風に。あとは、はい、好みに合わせて取ったり外したりっていう感じですね。はい、そしてねこちらの部屋の隣がまあ廊下になってますよね。あのこちら後ろからは遊べないので、また正面行った時に説明させていただきます。はい、そして斧がありますね、武器。で次反対側ですね。反対側、あのこれ見てわかると思うんですけど、これ結構楽しいですよね。はい、こんな感じで登った風の遊びができるっていう感じですよね。これ結構いいですよね。ほら、下からもこういう感じで遊べる。でサイド側にやってきました。まあ一応ここからにすごろくを振って遊んでいくっていう感じでは、まあ、ありますよね。はい、そして橋がありますよね、橋。まあこれね、ちょっとしたギミックがあってね、はい、こんなことができますね。はい、はい、これはすごいですね。だからこちらのレバーを
後ろにやると渡れないし、前にしてあげると橋ができる。嬉しいですよね、これは。だからまあ橋でこう登ってこう遊ぶっていう感じですよね。でレバー、ここですね、こことその奥の檻一緒に連動してますよね。これ床が上下して檻も上下する。もうこれ何回もすいません説明してますね、すごいですね。はい、そしてこの橋があって、まあ、橋のここもストスゴロクを振って、まあ、こういう感じで進んで遊ぶっていう感じですよね。そして、はい、こういう風な感じで進んで、ここに取っ手があるので、まあ、壁を登って上に行くっていうような感じではないんでしょうか。で続いてこちらの上ですね。先ほどもご説明させていただいた通り、はい、バルコニーみたいなものがありますよね、ここ。はい、だからこんな感じで、はい、ミニフグをバルコニーに置いて遊ばすこともできますよね。そして、まあ、雑魚。もうこの雑魚キャラどけて、はい、敵、メインキャラ、ね、ラスボス。まあ、あとはこう、登らして遊ばすっていう感じでしょうか。はい。ほら、お前倒してやる。ほら。で、はい、こちらレバーありますよね、レバー。これをね、ほら、これ結構すごいですよね。だから、どういうことかっていうと、はい、やってきたロイド。コール。やってきたコールを武器は渡さないぞって言わんばかりに、こうやって、ほら、攻撃することができる。これ、いいですよね。いきますよ。これ、みたいなね。で、こちら一応闇の剣って書いてましたね。楽天さんの方では闇の剣って書いてあったので、こちらの商品を買うと、光と闇の剣がついてきますね。光と闇。で、この商品に対しては結構思うことがいくつかありますね。まあ、一つ目が、ちょっと持ち運びがかなり厳しいっていう感じですよね。結構こうやって持ち運ぼうとすると、ほら、ね、ポロポロ取れるんですよね。で、この基礎もね、まあ、ある程度は頑丈にできてるんですけど、そこまで頑丈っていう感じではないので、持ち運んだ時に、まあ、基礎がね、割とこう、ポロポロ取れたりするっていうのがありますね。でも持ち運びがね、ちょっとかなり難しい。一般の建物系って、割とこう、好きなとこに持ち運んでおいて遊ぶっていう感じだとは思うんですけど、こちらの商品に関してはそれがちょっと難しいですね。で、もう一つ思ったことは、はい、これ、一瞬だけスターウォーズの話をしますね。これムスタファの戦いですよね、これ。ムスタファっていう火山の星がスターウォーズにあるんですけど、本当に感じがしますね。ドクロの顔さえこれ取っちゃえば、はい、これムスタファって言っても通用しますよね。だからスターウォーズが好きな方にも、まあ、おすすめではないんでしょうか。で、ミニフィグのラインナップがね、結構すごくて、まあ、全部で8体っていう感じですね。ただ、このセットを買わないと、付属しないミニフィグっていうのは1体だけになってるので、まあ、他のミニフィグのレア度に関して言うと、まあ、割と普通。まあ、特にレア度はあるっていう感じではない。で、まず忍者号3体からいきます。僕の動画全部見ていただいている方はこれ同じ説明何回も聞くことになります。申し訳ございません。では、はい、マスクに関してはまあ全員同じデザインですよね。まあ色違いっていう感じで、はい、ロイドの特徴といえば首元胸元にまあドラゴンの模様が入ってますよね。はい、そしてゼンとコールに関しては特にこう目立った要素っていうのは服にはないですね。まあ今までと比べるマイナーチェンジしてるぐらいの差しかございません。縦は2人ともゴールドで肩パッドもゴールドですよね。そして顔が、はい、ちょっとふざけた感じの顔ですね。前がシングルフェイスで、まあ、ちょっと怒ってるような気合が入ってるようなモードになってますよね。そしてロイドとコールの2つ目の顔が、はい、ちょっと凛々しい感じにはなってますよね。そして後ろに武器をつけるパーツがついてますよね、背中に。はい、つまりこんな感じで背中に武器を背負わすっていうこともできますよね。これは嬉しいですよね、かっこいいですよね。忍者号だとあんまりなかった、忍者号以外の製品でもあんまりないですね。はい、続いて敵の方に参ります。敵の系統が全然違いますよね。系統の違う敵が3体、まあ統一性が全くないっていう感じにはなってますね。で、黒のスケルトン、兜を外すとこんな感じですね。はい、そして真ん中の悪魔ですかね、マスクフードを外すとこんな感じですね。そしてこの真ん中の悪魔風のキャラだけ2フェイスでこういう感じになってますね。で、黒のスケルトンはシングルフェイスで、こちらのちょっとピッコロみたいなキャラクターもシングルフェイスになっていて、はい、この肩パッドはドラゴンハンター編の敵キャラについていた肩パッドですね。それのまあデザイン違い、マイナーチェンジ違いっていう感じにはなってますね。黒のスケルトンが意外とかっこいいですよね。まあ、白だとちょっと見飽きたっていうところはあったんですけど、黒はかっこいいですよね。続いて、はい、こちらですね。はい、こちらのミニグに関しても以前ご紹介させていただいてますね。そしてこちら傘とマスクが一体化してるっていう感じになってるので、まあ、傘とマスク一つで一つのパーツっていう感じになってますね。はい、こんな感じですね。で、マスクを取るとちょっとヤバそうな感じのガーマドン風の顔ですよね。で、被り物、髪の毛はないっていう感じで、一応スカートですね、こちらのキャラに関しては。はい、スカート、足がない
ないっていう感じで、はい、後ろには羽がついてますよね。この羽がついてる敵っていうのも、まあ、珍しいですよね。忍者号だとあんまりない、うん、だから結構いいですよね、この羽。これは嬉しいですよね。はい、そしてこちらの敵には、はい、こんな黄緑のすごいヤバそうなものがついてますね。これ何なんでしょうね。続いて、はい、続いてこちらのキャラなんですけど、このセットを購入しないとついてきませんね。そして忍者号たちの味方、つまりどういうことかっていうと、ヒーローサイドのキャラクターになりますね。見た目が可愛くないですよね。まあちょっと死神風というか鬼っぽいですよね。そしてツーフェイスなので、後ろの顔がもっとやばいですね。もうもっと鬼っぽいっていう感じですね。とてもこれヒーロー側の顔にはまあ見えないですけどね。だからちょっとアニメを見てみないことにはどういったキャラかっていうのは、まあこのキャラ含め全部そうですけど、ちょっとまだわかんないっていう感じですね。はい、全員まとめるとこんな感じですね。はい、そしてあと付属品としてスゴロクや、はい、こういうミニフィグの台座、こうですね、はい、台座などもこれが2つ付属してるっていう感じですね。はい、いかがだったでしょうか。はい、レゴ忍者業魔界の砦でスカルジャイル71722に、楽天さんの方でお値段 12,218円で、パーツ数が1171でした。ご視聴いただきありがとうございます。皆さんの意見や感想も教えてね。バイバイ。そして、はい、そしてこのチャンネルでは忍者業の様々な動画を取り扱ってます。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録の方お願いします。ご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。もし今回の動画が面白かったと思っているんでしたら、高評価の方をお願いします。その他にもこのチャンネルではレゴを楽しむ動画だったり、できるだけ分かりやすく配信してますので、今後もそういった動画を見逃したくない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。